YouTube をご覧の皆様、こんにちは、アトピー専門治療院です。よろしくお願いいたします。さあ、今日も行きましょう。今日紹介する方なんですけども、半年前に、この黄色ブドウ球菌撃退法の訓練を開始した女性の方なんですけども、彼女が今日卒業しました。一発目の動画を上げたのが、大体半年前です。詳しい内容は一発目の動画を見てください。で、彼女の紹介を簡単にさせていただきますね。この訓練を開始する前はもうステロイドは断ち切った状態だったんですね、確か。で、彼女は出産した後にもうアトピーがもう爆発しちゃったんですよ。まあよくあるがちな例ですよね。出産した後にアトピーが悪化するっていうのは、まあ、あるあるなんですけども、出産した後はアトピーが悪化して、で何をやっても治らないからうちの治療院に相談しに来ました。で、訓練開始して1ヶ月経った時にもう、そうだな、6割7割方彼女のアトピーは治っていたんですよ。で、僕ね、1ヶ月経った時に、あ、これ多分3ヶ月で治るわなと、まあ、遅くても4ヶ月で多分卒業できるだろうなと思っていたんですが、甘くなかったですね。結果的に半年かかっちゃったんですけど、卒業までにね。で、なんで6ヶ月もかかってしまったかっていうと、この6ヶ月で、まあ1ヶ月目、2ヶ月目、3ヶ月目まで順調にいってたんですけども、2回悪化したんですよ。2回ぶり返しちゃったんですよね。なんで彼女のアトピーが途中で悪化したのか、何が原因だったのかっていうのはちょっと今から説明したいんですけど、少なくともこの訓練を開始するまでにステロイドを断ち切った期間がある程度長いから、その脱ステの症状あるいは抗体反応でぶり返したっていう可能性はやっぱ低いんですよね。また他の理由があるはずなんですよ。で、1回目、3ヶ月目の時に彼女のアトピーが悪化した原因をですね、彼女といろいろコンサルで話し合って、彼女言ってたんですけど、3ヶ月目ね、ちょっと仕事を無理しちゃって、過労になって、で、それで睡眠不足もなって、アトピーが悪化したんじゃないかなって言ってたんですけども、まあ僕もちょっと最後まで分からなかったんですけど、一応もしそれが原因だとすれば、ちょっと仕事の量を減らしていただいて、でちゃんと睡眠もとって、ちょっと体力もちゃんと回復させてくださいという意思はしました。で、その後仕事の量も減らしてちゃんと睡眠もとるようになってからは、またアトピーが回復しだしたんですよ。で、僕もね、あ、よかった、あ、これで多分4ヶ月で卒業できるわなと思ってたんですけど、やっぱそんなことは甘くないですね。アトピーがまた悪化したんですよ。これで2回目です。2回目、このアトピーが悪化した原因は何なんだろうってまた彼女と話し合ったんですよ。何やったんですかと、そしたらね、彼女が言ってたんですけど、ちょっとでも早く良くなろうと思ってプロテインを飲み始めたと言ってたんですよ。まあ、全ての細胞はタンパク質からできているので、そのプロテインを飲むことは別に間違っていることではないんですけど、プロテインを飲み始めてアトピーが悪化したって言うんであれば、多分こいつが犯人なんですよね。こいつが原因なんですよ。だから、まあ、プロテインを飲み始めてアトピーが悪化したんだったら、こいつをちょっと飲むのやめてくださいと、プロテインを飲むのを控えてください、それでちょっと様子見てみましょうっていう一応指導はしたんですよね。じゃあ、そしたらプロテインを飲むのやめてから、また彼女のアトピーは、まあ、順調に回復していったんですよね。あ、よかったよかった、これでなんとか卒業できると思ってずっと様子見てたんですけど、まあ、その後特にぶり返すこともなく、今日やっと卒業することができました。6ヶ月です。長い。他の人から見たらね、まあ6ヶ月ってそれでもすごいよねって言われるかもしれないんですけど、僕にとっては長いです、6ヶ月は。やっぱり短期勝負を目指してるんで、他の人は6ヶ月すごいなって言われるかもわかんないんですけど、僕にとってはちょっと、納得できないですね。彼女は、まあ、3ヶ月4ヶ月で卒業させてやりたかったんですけど、ここまで長引いてしまってちょっと申し訳なかったかなと思います。まあ結果的に6ヶ月かかっちゃいましたけど、まあ、3ヶ月で卒業、まあ、できればもちろんそれはそれでいいんですけど、この3ヶ月間、伸びた3ヶ月が果たして無駄だったかっていうと、そうではない。決してそうではないんですよ。
遠回りしてしまったんですけど、この遠回りした3ヶ月間で彼女が得た知識っていうのはもうめちゃくちゃあるんですよね。だって食べてはいけないものもちゃんと彼女勉強したし、アトピーがどうしたら悪化するのかっていうのも彼女ちゃんと勉強したので、その勉強した内容がちゃんと彼女の知識として残っているんであれば、これは決して無駄ではないです。もし無駄だって言うんであれば、この3ヶ月間彼女が何も感じずに何も気づかずに終わってしまっていたんなら、これは無駄だって言えるかもしれないんですけど、この3ヶ月間本当に彼女が得た知識はすごいので、決して無駄ではないです。僕遠回りっていうのは最高の近道だと思ってるんで、6ヶ月かかってしまいましたけど、まあ目的は卒業するっていうことなので、まあ、結果オーライかなと思います。それでは、この後彼女の生の声を聞いてみてください。どうぞ。どんな感じですか今？今めちゃくちゃいいです。顔も良くなってて、はい、胸のとこもこの前より全然いいです。いやー来ましたね。いやもう卒業やっとできるかなと思って前回卒業まで、まあ、75点って言ってたんですけど、どうですか今100点？いやもういけます。卒業しますか？よかった、はい、よかったですねM でしたっけ、シュッシュのやつ、はい、あれめちゃくちゃいいですね。あれ送りましょうか？あ、はい、欲しいです。自分で作ってるんですよあれ、ミネラル水。あ、そうなんですか、はい、あれなんかシュッシュってするして鼻で吸っちゃうとむせますねあ、そうですか。あれ舐めるとね、かなりちょっとしょっぱいんですけどね、ミネラルなんで、ね、うん、ちょっとなんか酸っぱい匂いというかしょっぱい匂いというか。でも宮沢さんには合いました？合いました。あ、最初染みたんですけど大丈夫でした。あれね、多分ね、アトピーが本当にひどい状態の時に水を吹きかけると結構染みて痛いっていう人がいるんですけど、もう宮沢さんのレベルだったらもう僕は大丈夫かなと思って、まあ、先月出したんですけど、だって胸がしっかりって言ってたでしょ、はいはい、一番胸が。いやそうなんですよ。ですよね、胸が一番。はい、じゃあ先月の状態では、まあ、日中の時にはかゆみがなくて、で夜寝る時にちょっとかゆみがあって辛いんだと、はい、言ってましたけど、今どうなんですか？今寝れてるんですよね。あ、寝れてます。そう、娘もなんか最後の1ヶ月目始まる時ぐらいからなんかそんなに夜中起きなくなって、はい、起きても1回ぐらい、はい、なので私もなんか寝れるようになってめちゃくちゃ状態いいです。じゃあかゆみから解放されましたね。いや本当にそうなんですよ。たまになんかかゆくなる時はあるんですけど、1ヶ月前ほどでは全然ないです。いや6ヶ月前の皮膚の状態って覚えてます？いや覚えてます。この前 見直したんですよ写真もう何なんですかあのかき傷いややばと思って特に肘。あ、本当にそうですよね。切れまくりで。もうかったです。ずっと書いてたでしょ、あの皮膚だったら。あ、もう書いてました、書いてました。しかも全身ですよ、あれ。はい、なんかもうお腹もやばかったなと思って。はい、あ、やばかったですね。もう、見るに耐えず、なんかもう見るのが怖いですよね。いや、もう。見ましたけど。あれ見たらちょっと切なくなりますよね。本当に、いや、やばかったなって思いました。改めて見て。でもね、宮沢さんの場合は結構くすぶったりした期間もありましたよね。良くなってたのにちょっと悪化して。そうなんですよね。あの時結構過労でしたよね。なんか自分で無理して。はい。過労となんかちょっと体調が悪くて。でなんか変なサプリメント飲んでませんでした？変なサプリメントを飲んで悪化したっていう。ああ、プロテインですか？プロテイン、プロテイン。はいはいはい、プロテインです。多分乳製、多分ホエイがあれなんですかね、ホエイタンパクが入ってて、多分乳製品っていうよりかはそっちなのかなと思ったんですけど、まあ乳製品か、ホエイも乳製品ですけど。あれ多分宮沢さんが1日でも早く
良くなりたいということでタンパク質を多分頑張って取ったんでしょうねきっと。でも卒業した後は本当に食べ物をしっかり気をつけていただければ、はい、要因に対してアプローチなのでもう大丈夫だと思いますよ。本当ですね、はい、もうこれからは子供と一緒にいっぱい遊べるじゃないですか。いや本当にだからもう本当もう最悪な状態の時はなんかもう外に出るのすら嫌だし朝なんか布団から起き上がるなんかもう布団かいちゃってかいちゃって皮膚があったりすると落ちてたりするともう布団から出るのさえ嫌っていうかあれだったんですけど今はもう全然なんかもう進んで外で遊べるようになってもう本当に本当に感謝です。あの状態だったら布団血だらけでしょ。いや血だらけですしなんかもう描いた皮膚とかももうコロコロがお友達みたいな。そうですよね、本当にだからもう傷がすごいと外に出て風が当たるのが痛いんですよ。はい、だからもう外に行くのさえ嫌で。言ってみれば全身痛風状態ですよね。いやもう本当になんかもうちょっと風が当たるだけでもうなんかもう洋服着てても全然痛いのでもう最悪な状態でしたね。いやすごいわ。半年前だったので訓練開始したのが、はい、ちょっと僕覚えてないんですけど宮沢さん僕夢って聞きましたっけ。アトピー治ったらやりたいことって。あはい、なんて言ってました。写真を撮れなくて家族写真とかが。家族写真もう撮れるじゃないですか。そうなんですよ。もう顔の状態とかが最悪で、まあ、あんまり周りの人は気にしないんでしょうけど自分がすごい気にしちゃうから写真とか撮れなくてそれが撮れるようになりたいっていう夢でした。もう明日でも撮りに行けますから。本当ですね。はい、他には